皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポット、食べ歩きインゲンです。今回は上野動物園にやってまいりました。今こそ魅力再発見、実は大注目の観光スポットなんです。子供の頃は行ったけど最近行ってないななんて方も多いのではないでしょうか。国立西洋美術館や国立科学博物館、東京国立博物館など上野エリアには今大注目の観光スポットがいっぱい。まもなく都民の日10月1日は多くの博物館が無料開放されます。これはぜひお得に休日を過ごしていただきたく動画を作成いたしました。ちなみに敬老の日ウィークも多くのお得情報があります。このチャンネルでは旅行費用や食費を貯めるために節約生活もしているインゲンが、無料や穴場、格安などお得なお出かけ情報もご紹介しています。行く前に聞き流すだけで分かるような説明を心がけています。絶対外せない見どころ、効率的な回り方、周辺のお店、料金なども一目で分かるようにしておりますので、よければ最後までご覧ください。一般は600円ですが、小学生までは無料。都内在住在学ですと中学生まで無料です。入るとベビーカーの貸し出し所もあります。無料の園内マップをいただき全体を把握しましょう。左の西園から、または右の東園から回ることができます。今回私は東園から回るコースを解説してまいります。東園から回ると、まずは立派な象さんが。行った日は暑かったせいかゴロゴロしてました。そう、だからこそ動物園をお出かけするには、これから秋の涼しくなってからの季節がおすすめなんです。そして動物たちは午前中の方が活発に動きますよ。入ってすぐ多数のベンチやフードショップもあり、ついつい誘惑に負けてしまいそうになりますが、まずは動物さんから。ホッキョクグマを見に行こうと思います。園内の道はまるでテーマパークのよう。じゃーん、迫力、立派なホッキョクグマさんがのしのしと歩いていました。観覧時間は14時まで、マレーグマは15時半まで。早めに伺った方がいいというのがお分かりいただけましたでしょうか。藤棚休憩所は木陰の下で涼しく過ごすことができます。園内はお散歩にもちょうどいいですよ。ゴリラ、トラの住む森は、そこに向かう途中も見てください。本当に森の中にいるみたい。スマトラトラも間近に見られます。この道を歩けばまるでテーマパーク、アトラクションのようにも感じませんか。それか遺跡発掘の映画の世界に入り込んだよう。ジャングルの中に迷い込んだようです。動物を見るだけではなく、ワクワクした気分で園内を回ることができますよ。ガオーッと本当に動物が出てきそうですよね。人気のゴリラ宿舎へ。ただしゴリラが見られない場合がありますとのこと。まずはジャングルの中のお手洗いで準備を万端整えます。さて、私の日頃の行いはどうでしたでしょうか。ゴリラさん、ゴリラさん、どこ？見られませんでした。明日からもっと精進いたします。皆様もどうぞチャレンジなさってみてくださいね。園内は広々としていて自然もいっぱい。まるで東京都
上野駅公園口から徒歩1分とは思えないこの自然の多さ。飲食物の持ち込みは可能です。多くの鳥を眺めた後は、東園にはカフェバードソングさんがあります。どれもお手頃価格。竹の皮のパンダ弁当は700円、パンダ団子は280円、かわいいパッケージの焼きそばは500円、砂浴び大好きゾウさんアルンのきなこまみれのわらび餅は500円、キッチンカーのかき氷もあります。行った日はまだまだ暑かったので、アシカさんが悠々泳ぐ姿がとっても羨ましかったかも。透明の水槽なので中で泳ぐ姿を見ることもできますよ。いっぱい歩いてがっつり食べたい方は猿山キッチンさんへ。丼が880円から。ん？今かわいいお姿が。そう、タケノコたっぷりパンダマンは500円です。サルマンは450円、ソフトクリームは380円、パンダのついたプリンは400円。水飲み場もありますので、適度に休息と水分補給を忘れずとってくださいね。なお、いきなり公園内に五重の塔が立っているのでびっくりされる方もいらっしゃるかもしれませんが、上野動物園の敷地はもともと徳川家の菩提寺、寛永寺の境内だったからです。こちらはイソップ橋から見た忍ばずの池。蓮の葉が生い茂っていますね。花の見頃は7月頃ですが、少しだけまだ咲いていましたよ。多くの鳥も羽を休めていました。橋を渡って西園、いよいよパンダの森へ。途中写真撮影のプレゼントがあり、白黒でしたら無料でいただくことができます。さて、ここで決断を迫られます。親パンダと子パンダは40分以上。さあ、私はどちらに向かっているでしょうか。そう、じゃーん、親パンダさんです。途中で看板が60分以上になっていたので、親パンダさんの方に来ました。こちらはメスのシンシン。特徴、食いしん坊とあったようにずっと笹を食べていました。私みたい親近感です。食べ終わるとのっそりと起き上がって、次の笹を手に取ってまたもぐもぐ。食べる姿も後ろ姿も愛らしいですね。そしてひたすらもぐもぐ。こちらを向いてほしいなとも思ったのですが、次の方に順番をお譲りしたかったので、あえなくここまで。皆様は正面からご覧になれるといいですね。こちらで終了かと思ったのですが、出ると次はリーリー、オスのパンダも見られるではありませんか。なんとなくですが、歩く姿も迫力、さすがオスの力強さがあるように感じます。後ろ姿だけではなく、お顔も正面から見られて感激です。そしてお気に入りの笹を見つけたのでしょうか。寝っ転がって堂々ともぐもぐ。この姿、かわいいというより貫禄がありますね。出たところにあるのがカフェカメレオン。フレンチフライ付きのポテトサラダサンドイッチ、プルドポークのサンドイッチ780円が人気。
パンダのカップのかき氷は320円でいただけます。お土産はギフトショッププチカメレオンへ。こちらのパンダのぬいぐるみは1980円。私が惹かれたのはクッキー缶。どのクッキー缶もデザインがとても可愛らしくて、食べた後に何に使おうかなって夢が膨らみます。こちらのモノレールは休止中でした。ペンギンさんもとても距離が近いです。目の前を悠々と泳ぐ姿が見られます。フラミンゴは画像よりもずっと実物の方が赤い気がします。ハシビロコウは想像よりもずっと大きかったです。生き物の生命力、やはり実際に訪れて感動を味わってほしいなって思います。西園の休憩所はパスタが800円、カレーが820円からあります。ただしどこも時間帯によっては屋内はすぐに満席になってしまいます。ご注意くださいね。アフリカの動物エリアではサイやカバなど大きな動物たちがいっぱいです。飽きさせない工夫が凝らされ見どころもいっぱいなので、お子様だけではなく大人の方も童心に帰って楽しめるスポット。しかも600円、園内のフードショップもお手頃価格とくればお出かけがしやすくなった今、行かない理由がありませんよね。ちなみに上野動物園は1882年明治15年に開園した日本で最初の動物園。なんと創業140周年です。バーバリーシープさんはかゆいのかな、代わりに書いてあげたいくらい。どの動物も個性があって引きつけられてしまいます。こちらのミーアキャットは何を見ているのかしら。暑くなったら屋内の施設もあるので無理なく回ることができますよ。ちなみに今回回ってみて思ったのですが、効率的な回り方とすれば西園から、まずは朝のうちに子パンダから並ぶのがいいのではないかなと思いました。子パンダが見たい方、参考になさってみてくださいね。出口のタイの建造物は日タイの就航120周年記念の贈呈品です。なお同日に限り出口でスタンプをもらえば再入園可能です。さて皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、行く前に聞き流すだけでわかるような説明を心がけています。お出かけや旬の穴場スポット、無料お得情報などもご紹介しています。少しでも休日の過ごし方のお役に立てれば嬉しいです。よければチャンネル登録、いいね、コメントをいただけたら励みになります。周辺には私の大好きな博物館がずらり。東博の貴重な庭園開放やクラファン中でご協力したい国立科学博物館には、まるでテーマパークのアトラクションのような360シアターがあります。モネやマネ、貴重な松方コレクションの国立西洋美術館も一目でわかる見どころ解説として、聞き流すだけでわかる動画を作成しています。概要欄に貼っておきますので、よかったらそちらもご覧になってみてくださいね。ここから徒歩1分で行けるアメ横では、海外旅行気分が楽しめるランチのご紹介動画もあります。よかったらまた来てくださいね。